して、はい、私の注目ポイント、注目ポイント、2022年注目ポイント。注目ポイント、バレーン。テスト。開幕戦、あれ開幕戦だっけ？開幕戦。開幕戦。はい。まあ要するにですね、はい、あの発表会で最初のテストのバルセロナ、はい、ここに出てくる車に騙されるな。あということです。ハリボテだからね、最初出てくるのね。ハリボテ、はい、まあ、うん、ハリボテじゃないですけど発表会の絵が出てきた、はい、レンダリング画像は多分ハリボテですよね、うん、もちろん、ね、大ハリボテ、うん、中ハリボテで本ちゃんっていう、うん、あの、うん、まあ車が完全に変わる、うん、レギュレーション変わるんで、みんなもちろん全然予想だにできないわけですけど、そうだ、ね、あのだからこそ発表会の時点では、うん、いいアイデアを持ってるチームはそこでは発表しません。あ、もちろんもちろんもちろん当たり前、それ当たり前ですよ。あの全く今までと違う車だから、うん、まずは走らせてみて、うんうん、システムチェック、基本的なチェックをして、うん、で我々が風洞で実験してたデータと、あ、これ合ってますね、間違ってませんね、うん、っていうのを確認した上で本番仕様の空力パーツ、もしくは目玉の、これはうちすごいぞっていう隠し玉 は、はいはいはい、バーレーンにならないと出してきません。これはまあ開幕前のテストで出してくると思いますけど、うん、もしかしたら本当にギリギリまで引っ張って開幕戦本番にぶっつけ本番でその目玉を入れてくるかもしれない。もう間に合わない。しかも連戦だからね、開幕戦だから、マネっ子が間に合わないように、マネされないように、発表会とかバルセロナで入れちゃったらバーレーンまで真似されちゃいますから、うん、そういうことがないように、うん、だから多分バルセロナでは割とさらっとした車で走るんじゃないかなと。まあでもそれができるのはやっぱトップチームだよね。まあ、あまりそのライバルの云々かんぬんっていう考えてないチームは最初からもう本気のやつ、うんね、下のチームだと奇抜なアイデアを隠しといて余裕はないでしょ。それがちゃんと機能するから、奇抜じゃないやつを、うん、あの用意する暇はないかもしれないでしょ、そういうこともあるかもしれないし、うん、でもまあトップチームだからね、あの一発目のテスト遅くても、まあ、例年以上に楽しみなバーレーンとか、ね、うん、そうそうそう、ね、うん、開幕あの発表しようとバルセロナのテストでもまだ本ちゃんの姿はわからないよっていう、ね、うん、バーレーン行ってみないとわかんないよっていう意味でバーレーンは注目。なるほど、うん、もちろん発表会しようとかバルセロナも注目はしますけど、はい、そこには私は騙されないよと、うん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 、要するにこれ何が言いたいかというと、うん、新車解説動画はそんな簡単には作らんぞという、そうだね、うんうん、すぐに出してたまるかということです。だからあの遅くなってもごめんねっていう、そうだね、どうせ違うものが出てくるんだからそうだから、なんかこれは本当に視聴者の皆さんに今年はお願いですね、うん、なんか間違いなくハリボテが最初出てくると思うんで、最初に新車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 、それでこれが新車だって、うん、これがこうだあだって、うん、それを あたかもね、かい、それを分析して解説すると嘘ついたことになっちゃうもんね。そうですね、うん、それはちょっと F1 ライブ、我が社としては、我が社としてはやっぱそれできない、うんうん、ハリボテは僕はできないので太郎さんがやります、うん、ハリボテだからね、うん、ハリボテだからハリボテが解説するってのがいいもんね。というわけでバーレーまでちょっと油断するなというね、うん、注目ポイントですね、はい、もちろん開幕戦も注目ですよ、うん、それで、佐野さんの2022注目ポイントに回りたいと思います。さあ、先ほど、はあ、今年は書かれなかったほっとしたあなた、あ、今年は俺のチーム忘れられてたのかなと思った君、いっちゃうよ。太郎さんの2022年注目ポイントは、忘れてたでしょ、忘れてほしかったんでしょ、甘いジャジャーン。太郎さんの注目ポイントアストンマーチン。でも一回勝っちゃうよ。河野さんごめんね。ごめんね。うん、注目ですよ。でもほら、中団トップってね書かれて撃墜されるも注目だったら、何に対して注目かちょっと分かんないから。しかもポイント2だからいいじゃないですかね。そう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 。ポイント2だからね。うん、しかもちゃんと2台書きました。横から見たらあんまり
去年と変わってないの絵が変わってないあ、リアウィングこんな生え方してたんですそう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 横から見るヤシの木、ヤシの木みたいな、そう、横から見るとこういう感じ、うん、あ、分かりやすいね、今年のリアウィング横から見ると、もうこれ新社解説、これでいいんじゃん、あ、これでいいと思うリアウィングはこのようにヤシの木のように生えてます、そうそうそう、これによって空気抵抗を削減しています、そうです、アストマーチン来ちゃいましたか、アストマーチン来ちゃいました、もう注目、大注目ですよ、なるほど、まあ、去年あれだけ地味だったからね、うん、まあまあだから今年本当にコピーメルセデスになるのか、グリーンメルセデスになるのかとかですよね、うん、そこでこうしれっと一つ買っちゃう、ね、何にもデータがないとこからまたやっぱりメルセデスとそっくりだったらやっぱり怪しいっていうことになっちゃいますからね何をコピーしたのって、もう設計図もらった以外考えられないんじゃないかお前っていう話になっちゃいますから、確かに、うん、全然メルセデスと違う車になるのか、うん、緑色のメルセデスやんってなるのか、うん、そこは注目ですよ、もう間違えても緑の服着てもメルセデスに行っちゃったみたいなやべえみたいな、着替えるの忘れちゃったみたいな多分河野さん見てらっしゃると思うんで、今年もすいません大注目してますよ、すいませんセブなんですね、勝つ方は、そうです、セブですじゃあセブ勝たないボッチャン勝つかも、ボッチャンちょっとまだまだ、ボッチャンはビジネスマンですよ、ボッチャンだから勝つじゃん、そしたらボッチャンこんなひげ生えてましたっけなんかちょっとそんなイメージ、こんな、うん、ちゃんとアーストンのキャップかぶってますよなんか激痛してませんか、そのあの、まっ、眉毛もまっすぐから、あの、ちょっとカーブを、ね、描いて、ここ、バージョンアップしてます。よりディティールが本人に近づいてます。アップデート。タローノートもアップデート。まあ、ということでね、今年のセブンにぜひ注目してほしいと。あったたたたた。被害が広がってる。いや、セブ選手も今年ちょっといいとこ見せとかないと、もう本当に、ね。そうですね。そう。去年はまだね、チャンピオンとしてやってきたわけですから、 それはチームにもたらさないと、優勝受け負い人としてやってきたわけですから、なのに注目されちゃった、注目されちゃった、もう大注目です、優勝するけどまた燃料残ってなくて失格とかはい、というわけで2022年シーズンもね、楽しいシーズンになりそうですね、まだまだ予想も全然できませんし、こんな予想しても何の意味もないということで、まあね、蓋開けてみないと、特に今年はね、全然意味ないんで、こんなの全然意味ないでしょ、こんな予想スペシャルの、はい、というわけでこの辺でありがとうございました、はい、はい、なんとしてもね、蓋は開けたくないんですよ、ああなるほどなるほど、パンドラの箱なんで、うん、パンタロの箱は開けたくないですよねでもまあまあまあ、ちょっとマシンね、そうそう、画面が暗くなってきた、暗くなってきた、チャラレー、トゥルトゥルトゥルー、お手つるトゥルー、大変長らくお待たせいたしました、もう皆さんお分かりですね、10分何秒何秒ぐらいのところをもう一度よく見てそこを見ていれば、ここに書かれているのが誰か、もうお分かりだぜ、太郎さんの2022年チャンプ占いは、占いになっちゃった、郵送予兆ですから、ない、占いなんだ、占い師になっちゃった競争占い師太郎2022年優勝予想は言えちゃったいや、言えた言えたついに言えました、おめでとうございます、ルールルルールルって言ったってことは違うことが書いてあると思った君、デデー違うルルルルルルル16番やりましたー、ディノット付きやったこれあのサンタンデールの注射付きてるタロノートって書いてあるのかと思った、ね、サンタンメンって書いてあるんです来ましたよフェラーリが、来てしまいましたか、来てしまいました、だからさっきの色違いのハースが中段トップに来る、マシン同じですから、フェラーリ勢は当たるんですね、当たるんです、ね、はい、当たるんです、はい、でもそこに、アルファロメオの頭がなかったっていう、
ね。あ、ね、まあそこはほら独自開発、ね、独自開発しちゃうだろうからね、多分。いややべコピーしとけよかったって、はい、多分、うん、キーってなっちゃうんだろう、はい、だから今年はちょっとフェラーリの年です。理由はじゃあそろそろフェラーリもういいじゃんと、もう8年間ずっとメルセデス、メルセデス、みんな散々つまんねえ、つまんねえ、つまんねえってて、まあ、去年最後ね、ホンダが勝って、やったーってみんな喜んだんだから、じゃあ次はもう僕の番ですよ。じゃあ、ルクレールとサインツがタイトル争いするんですか？まあ、大混戦ですからね、今年は。フェラーリ大当たりって言ってもらって、ドライバーズチャンピオンはルクレールだけど、はい、ね、コンストラクターズはアルピーンですから、大混戦ですよ、だから。確かに。そう、はい、だけどちょっと、そうするとちょっとレッドブルの勝ち数が多かったなみたいな。計算合わなくなっちゃう。30戦ぐらいないと計算合わなくなっちゃう。うん、だからまあ勝つかリタイアかもしれないね、レッドブルの方はね。信頼性が大きな不安。そう、信頼性が大きな不安かもしれない。うん、メルセデスどこ行っちゃったの、メルセデスどっか行っちゃったかも。そうそうそう、1回も出てこなかったから、1回も出てこなかった。メルセデスまたチャンピオンズ、またダブルタイトル独走ですよ。うん、だからほらルルルもだからほらチャンピオン争いしたことないわけでしょ。そうですね、うん、何回か勝った時はね、フェッテル選手の方がね、うん、上だったから、やっぱここいらでやっぱりフェラーリといえば僕ですっていうのをやっぱり示しておかないと、うんうん、まあ彼としてもいつまでもこの T シャツ着てられるかわからないっていう状況なんで。ぜひね、似てるでしょ。全然似てない。もじゃ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 頭で丸目なんでしょ。ラーメン大好き小池さんじゃん。ほらシュッとした感じとか。ラーメン大好き小池さんです。口の幅でラーメン吸うやつです。ずーっと。ああなるほどね。うん、まあ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 相変わらずの跳ね馬ですけどね、このね、はい、うん。まあだから今年は跳ねないということですね。馬ですよね、これヘルメットに書いてある馬ですか。はい、ということで、太郎さんの今年のチャンピオン予想は、ルルルルルルルということで、お願いします。ルクレールファンの皆さん、すいません。はい、まあ、本当にね、予想できないんですよ。できない、やりようがないよね。車次第なんですけど、うんうん、車が1ミリも見えないので。見えないんでね。あんなね、去年イギリスグランプリで発表された FOM のあのドンガラを見ても、うん、あれかあのままとは全然思えないですから、ね、全然違う車みんな作ってくるんで、うん、それがね本当に当たりなのか外れなのか、そうだね、だからなんやかんや似たようなものになってくるのか、本当にっていうものが出てくるのか、うん、本当に飛び抜けたチームが一個あってもおかしくないですからね、うん、で中にはもしかしたらあのドンガラのまんま、あれってみんなあれで来るんじゃなかったの、うちだけみたいな。でも走らせてみたら実はあれが一番速かったみたいな。まあまあその可能性もあるからね、まあ、本当にだから蓋開けてみないとわからないっていうね、まあ、全く予想しても無駄という、うん、そうだね、うん、だからまあちょっと開幕前にもう一回予想したいかなっていう感じですよね。ああそうだね、うん、確かに確かに何もデータがないので予想もクソもないっていうね、うん、これ開幕予想スペシャルだね、はい、はい、といったところで、はい、まあ、そういう意味では今までと違って本当に真っさらな状態からスタート、こんなにレギュレーション変わる年ってあんまないんで、そうだね、うん、だからまあ本当に楽しみですよね、どうなるか全くわからないっていう中で、まあ、チーム力が問われるんでしょうけど、そこはそうだね、だからぜひオートスポーツさん、ファン速報さん、はい、ですのでね、はい、現地に総動員で行っていただいて、総力戦で開幕直前、これが2022年の車だっていうね、だから本はバルセロナで取材したやつしか出せないんで、さっき言った騙されちゃダメだよなやつです。あ、になっちゃうのか、そうかそうか。バーレーンだともう前の週なんで、あ、そうかそうか、本は間に合わなくなっちゃう、間に合わないか、そうか、はい、といったところで F1 ライフチャンネルをぜひ、はい、チェックしていただければと思います。太郎さんが現地からお届けします。詳しく太郎さんが、ね、ピットレーンで引かれてみたと、なるほどね、まあいろいろね、うん、確かにね、そんなこともやりましたね、はい、まあ、18インチタイヤに初めて引かれてみた、うん、といったところで、はい、2022年皆さん楽しみにしていただければと思います。まあ、しばらくはまだね、あと1ヶ月ちょっとはまだ、そうだね、はい、じっと F1 ライフチャンネルとともに、うん、おちゃらけも含めて楽しんでいただければと思いますが、うん、今年もまた、ね、変わらぬ F1 ライフチャンネルとのお付き合いをお願いいたしますというところで、今年も1年ともども F1 ライフチャンネル、ノートもなんかやるっぽいんで、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん2022年 F1 シーズンにいってらっしゃい。